こちゃんのポップコーン振り切りや。もうなんであれ、もうプレオープンから行ったのずっと振り切りやんか。昨日もなんや、初日5時間待ちって本ちゃんの XR ライドよりごっつ並んどるやんか。あぞ、こんなことになったのも全部コロナのせいやからな。コロナのせいで便が遅れて品薄になって量決めて売ってるからなことなっとんやんか。酒飲む酒、あーもう酒飲む酒飲んでもねずこちゃんのポップコーン手に入らへんねん。あのねずこちゃん見た、めちゃめちゃ可愛いやん。どっからどう見ても可愛いの。ああ、明日並ぶしかないな。何時間かかっても並ぶしかないな。ねずこちゃんのポップコーン買うまで帰れまてん。大丈夫かな。もう、まあ、どうしてもねずこちゃんのワンケースポップコーン欲しいんで買ってきたいと思います。行ってみよう。入場できないぐらいの早い時間帯なんですが、もうすでにたくさんの人がユニバーサルに向かっていらっしゃいます。どれが並んでるんだろう。すごい並んでる、すごい並んでる。というわけで朝一番にねずこちゃんのポップコーン売り場に来てみたんですが、ご覧の通りもうすでにたくさんの人が並んでいらっしゃいました。最後尾はねこちらになっております。なので先ほど見ていただいた長い列がもう私がすでに行った時に6列ぐらいあったんでしょうかね。いや本当にすごい人です。だいたいね1列で30分から45分ぐらいの処理速度で進んでたような気がしますね。だいたいなんですけれどもね、概算でご参考いただければと思います。まあそれは過酷ですよ。泣いてる子供、喧嘩してるカップル、様々おりました。みんな並んでてイライラしてる。だけどよう考えてみ、このねずこちゃんのぶわっけつ誰に頼まれたん。自分で決断したん。みんなもうちょっと辛抱よ、頑張ろう。そして最後には絶対この手にねずこちゃんを手に入れるんや。2時間弱ぐらい並んでようやく最後の1列になりました。ねずこちゃんのポップコーンまであと少し。俺は長男だからよかったけど、次男だったら無理だったかもしれない。まあいろんなドラマを見てきましたが、ようやくねずこのポップコーンが目の前に。これは嬉しい。いよいよ次が私の番です。妙な達成感に包まれてます。まずはですねこちらの方で先にお会計を済ませます。でね、ポップコーンはお隣のところでいただきます。まずポップコーンだけをもらって隣のブースに移動します。でここでようやくねずこちゃんとご対面というわけです。数あるねずこちゃんの中からお兄さんが一つ選んでいただきました。これが私のねずこちゃんです。傷がないかをチェックしたら受け取り完了です。長かった、つらかった、ぼっちだったから本当に心が折れそうになった。だけど並んでよかった。ねずこちゃんのお迎え完了です。はい、というわけでねずこちゃんのポップコーン無事に買えました。よかった。今日はパークが約8時半ぐらいから開いてたのかな。今ね11時ぐらいなので約2時間半ぐらいですかね、並んでやっとゲットすることができました。で最後尾の人大体ねやっぱり5時間待ちとか言ってましたね。係員の人がそれぐらい待っていただかないといけないですっていうことで、私思ったんですけれどもね、まあ、並ばせて話題作りしてるのかなと思ったんですが、スタッフの人もねポップコーンを売るだけには十分すぎるぐらいの人がいましたし、精一杯やって
あんな感じなのかなと思いました。システムもね、別に悪くないと思いました。ただただめちゃめちゃ混んでるっていう感じですね。はい、じゃあポップコーンちょっと見ていきたいと思います。まずこちらですね、梅蜂蜜味だったっけ、もうもはやポップコーンどっちでもよくなっている私がいますけれども、中身こんな感じです。あったかい、いただきましょう、せっかくなんで。うん、うん、ロッテの梅ガムのあれだ。うん、おいしい、あったかいし、おいしいです、うん、甘い、蜂蜜がめっちゃ効いてますね。こちらがねずこちゃんのポップコーンバケツです。またお家に帰ってゆっくりとレポートしたいと思います。ということで、ねずこちゃんを無事にお迎えできたので、お昼お腹が空いたなということで、煉獄さんのレストランの方にやってきました。今日もね、同じようなメニューなんですが、焼きカレーセットいただいております。2日前に食べたばっかりなんですけれども、今日も美味しかったな。よかったらプレオープンリポートで詳しくご説明させていただいておりますので、そちらの動画見ていただいたら嬉しいなと思います。今日は焼きカレーは普通に美味しくゆっくりといただいちゃいました。そしてね、今日初めて食べたものがこちら、無限列車のチョコレートケーキです。こちらは初なので、ちょっとレポートして食べたいと思います。中身は上と下に分かれておりまして、下の方がぎっしりチョコレートが詰まっています。でね、食感はほわほわと柔らかくて、とってもジューシーな感じです。で、上の方はこのようにほらピンク色になっておりまして、ベリーな感じのお味がしました。とってもねカラフルで、どんどん食べていきますと、ほらこのようになんかこう塩分がね、やっぱり無限列車と融合している感じをね、表現したのかなと思うような色使いでございました。で、上の方にこのような多分目玉なのかな、チョコレートの壺みたいなものが入っておりました。中にね、多分練乳かな、そのようなものが入っておりました。とっても美味しかったです。無限列車のプレートもちょっともったいないなと思いながら美味しくいただきました。パリパリっとしていて美味しかったです。はい、でね、このなんか目玉というか紫色の部分、これフルーツでね表現されています。ジューシーで美味しかったです。ケーキの下にはこのようにクッキーのプレートみたいなものがありまして、このねプレートもすごく美味しかったです。コントラストがいいですよね、こうパリパリっとふわふわという感じで。もちろんこの下の方もいただいたんですけれども、チョコレートがねしっとりとしていて、でサクサクっとしていて面白いハーモニーになってました。左側のブースで今日は買ったんですけど、右側のブースで買った時にはウーロン茶なかったんですけど、左側にはあったので、今回中身はウーロン茶にしました。今回煉獄さんのカップはもう買ったので通常カップにしてもらったんですけど、こちらスリーブになってまして、カップじゃないんですね。でパカッと開くことができます。持ち帰りさせていただきました。本当にごちそうさまでした。私が出る頃にはたくさんの人が並んでおりました。早めのお食事をおすすめします。3日間この2人を見てきましたが、今日で最後ということで見納めに来ました。しっかり目に焼き付けてお家に帰ろうっと。煉獄さん、炭治郎、本当に素敵な思い出ありがとうございました。今日は XR ライド乗らなかったんですが、ちなみに180分待ちでした。この日は最高250とか言ってたかな。最後にパーク入ってすぐの鬼滅の刃のお土産屋さんにまだ行けてなかったので、並んで入店してきました。だいたいね、待ち時間はこの日で30分ぐらいだったと思います。お店の中央にこのようにみんなの羽織がね飾られています。この商品もちろんお土産で売ってますので入手することができます。コスプレやってる私の目から見たら、雰囲気を味わうのにはもう最高ですよね。パッと着れるところが一番のポイントだと思います。特に煉獄さんの羽織はよう落ちるんで、これ落ちひんからねいいな思いました。キャッシャーの後ろには柱の皆さんがお迎えしてくれています。
これ最高じゃないですか。もうほんまに目の保養最高でした。でちょっとねお土産せっかくなのでどんなものが売られているのか私と一緒にツアーしていきましょうか。基本的には他のお土産屋さんと同じでした。で気になったのが USJ のホームページにも載っていたあのカチューシャ、どこにも売られてなかったんですよ。またねずこちゃんと同じようにコロナのせいで便が遅れてるのかちょっとわからないんですけれども、私の目が腐ってるのかどこにも売ってるところを見つけることができませんでした。公式さんのイメージビデオを見ていたら善逸バージョンもあるみたいで、あ、2バージョンあるんだと。早く店頭に並んで実物見たいですね。こちらは時計です。私の予想をはるかに下回るお値段、これはお買い得ですね。こちらは初めて見ました。ヘアピンセットです。8900円となっております。どれもこれも欲しかったけれどもお金が全然足りませんでした。またお金を貯めて USJ に行きたいと思います。はい、というわけで USJ から帰ってきました。こちらにですねねずこちゃんのブラッケットポップコーンがありますけれども、こちらね今からご紹介していきたいと思います。残念ながら一緒に USJ に行けなかったさくらちゃんと一緒にね、ご紹介していきたいと思います。それでは読んでみましょう。セクチュー、皆さんこんにちは、さくらちゃんです。よろしくお願いします。さくらちゃん、お母さん買ってきたお土産、これもこれもバッチリだね。一人で行ってずるいよ。ごめんな、今度一緒に行こうな。まあ、だけどねずこの箱がね好きになって、昨日、寝る時も背負ってました。そうやな、寝る時も本当なんですよ。寝る時も気に入って背負って寝てましたんで、まあ背負ってっていうかねこう抱きしめて寝てたよね。ポップコーンボックスご紹介していきたいと思います。パカッッこういう感じのねずこちゃんがいますね。はい。で、背負い紐がついてまして、でこれね取り外しができるみたいです。で取り外しの仕方はこちらの説明書に載ってますのでご参照ください。で後ろ側にはねねずこちゃんと一緒に写真が撮れるフォトフレームもついています。ストラップがこの炭治郎の市松模様になってます。いやー本当にねずこって可愛いですよね。ここから開けれます。こんな風に入ってたんだねポップコーン、謎が解けました。一体どこから入れるんだろうな思ってたから、これは閉められないんだ、これは開閉できません。ねずこちゃんはだから出っ放しだね。はい、このねずこちゃんすごい大きくてめちゃめちゃ可愛いですね。これ手なんかめっちゃ良くないですか。ちょこんとなんかひょっこり出てきてる感じ。あのね、うん、いっぱいねずこちゃんのねキャラクターとか置いてるんだけど、一番可愛いと思ったのこれですね。あー、これが一番可愛いと思った。これ確かにすごいよね、ねずこちゃんの、私のねずこちゃんのコレクションの中でも本当にピカイチ大きいし、これで3700円だったっけ、安いよねこれは。はい、これね一個一個手で塗ってるみたいですよとお聞きしました。ほんまにね、だから買う時にも傷がありませんかって、返品交換できないでよく見てくださいねって何回も言われました。まあ、重量はね結構あります。だからこれ一日中ねこうぶら下げて持ち歩いてたら結構肩こるぐらい重いです。っていうか出来がいいからしっかりしてますね。はい、というわけでお母さんこれ2時間30分並んで買いましたけれども、すごく満足の買い物ができました。傷1個でもつけたらバッキャッシュだね。もうねポップコーン買われる時のご参考になればいいなと思って動画を回しました。この動画が面白かったよ、役に立ったよという方はぜひグッドボタン押してあげてください。皆さんのポチが私の活力になります。というわけでこの度も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。